マイドです。黒い狐と白い狸でクイズをやっていきます。何？よかったら YouTube お願いします。チャンネル登録お願いします。前回ね、クイズね。そうですね、僕クイズ王とか言いながら、クイズ王ではないけどお願いしたいな。もうどんどん行きましょう。早速ね。早速行くんですか。早速行くで。これなんか頭の体操みたいなやつ、ね、頭の体操っていうね、あのタボ先生のやつを結構ね引用させてもらってるんで、ぜひ斜めに考えるというかね。まあ僕結構得意なんで。全然得意ちゃうからってもう出すの。はい、お願いします。ある夫婦が、ある夫婦が家の中で何やら話しています、はい、アメリカ人の夫婦で ね、旦那の方はね警察署長だったんですが、警察署長の夫が、はい、エディが今日の捜査で活躍したんだよっていう感じで、まあ、エディが、はい、捜査で活躍したと、麻薬の密輸団を一斉検挙して、はい、エディの活躍がすごかったと、まあ、言ってるね、でってことは、その奥さんが、みんなにボーナスは出したの。そしたら所長は、はい、その旦那はね、まあ、エディにはステーキをご馳走して、他のみんなには特別ボーナスを支給したらしい、なんでエディだけステーキ、なんででしょうか。簡単ですね。あ、これ簡単、これは簡単ですね。嘘、わかる、これは簡単ですね。マジ、はい、エディすごかったよね、活躍。エディすごかったでしょうね。だからでしょうね、ステーキあげて。ああ、そのうちのお金欲しいね。簡単っすわ。はい、じゃあ正解は。いいっすか、はい、言っちゃって。はい。素敵だったな。じゃあ、そんなうまいこと全然ちゃう。でも、おもろいけど、おもろいけど。え、そう思ったよ。え、ちゃう違うで。え、いやもう完全に分かった感じやったもん。え、でも分かったよ。麻薬密輸団を一斉検挙して、まあ、大活躍したのがエディなわけですよ。でしょうね。でもいっぱい人おる中でもエディが一番活躍したけど、でしょ、エディステーキで、ステーキだったからちゃうよ、うん、ステーキで他のメンバーは特別ボーナス、お金を渡してるの。え、なんでエディだけステーキなの。いや、ステーキやろったかな。いや、まあ、まあステーキはステーキよ、活躍したから。でも素敵だからステーキって納得いかんでしょ。いや、いかないですよね。けどエディだけ、エディだけはステーキ、素敵だったからではないけどね。ちょっとヒントいきますか。ヒントある、これ、あ、でも正解なんですよ、あの人は。え、これだから想像して、ま、してくださいよ、はい、メンバーに、はい、あ、ちょっともう一回、もう一回、待ってきました、待って、ない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 、もう一回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 クイズの問題言ってもらっていいですか。だから警察署長の旦那とその妻が、まあ、話してて、え、なんでエリーだけステーキ。ちょっとごめんなさい、わかんないっす。いや、ほなもう大ヒント。はい、大ヒントですね。エリーはどんなのを想像してますか。どんな感じ、風貌を想像してますか。エリー・マーフィーでしょ。そっちで来たか。人を想像してる。ふわ、犬か。それそういうことやね。だからエディって、エディ・マーフィー世代は、セリー・マーフィー、エディ・マーフィーでしょ。ビバリー・ヒルズ・コップとかやっとったからね。そう思うかも。エディ・マーフィー想像せえへん世代は、もうすぐ犬ってわかるっていうね。いきましょう。次、簡単なのいくわ。これはね、わかると思う。はい、紙に、まあ、例えばね、はい、A、B、C っていう文字が、まあ、鉛筆で書きました。中の、B だけを消そうと思って消しゴムで、そしたら今までにはなかったものが出てくる。それは何が出てくる。紙にね、A、B、C って書いてるんですよ、鉛筆でね。で、B だけをね、消しゴムで擦りました、うん、そしたらそこに今までなかった何かが出るんです。あ、これね、ちょっとね、うん、今来てますよ。あ、わかる、これわかる、A、B、C って書いてる。 A、B、C って書いてる、うん、消しゴムで消します、B を、うん、そしたら今までそこになかったものが、これ、ね、これも想像力の問題やな。今、なんとなく分かってきました。分かってないな、うん、絶対分かって、A、B、C、 想像して、自分がそれをやってる行動を想像したら何か出てくるはずやね。消しゴムで消したでしょ。うん、絶対出てくる。そうなんですよ。早く、奥のクイズ王も分かってないな。いや、結構ね、僕あれですよ、あれ、なんとなく分かってるんですよ。じゃあこれちょっとヒントいきますよ、はいはい、僕は多分ヒント出すんですけど、はいはいはい、ローマ字じゃないでしょ。ABC 自体がもうアルファベットやから、ね、アルファベットアルファベットで、まあ別にひらがなとかカタカナかなと思った。あ、でもあーいーうーでもいい。あーいーうーのいーを消すでもいい。え、なんでもいい。あー、キツネの簡単やわ。あ、あー終わっちゃった。はい、こ
これは簡単やな。今までなかったものが出てくる。そうですよね、はい、だって今までなかった。そうやね。その何使ってるかが重要っすよね。フリクションじゃないですよね。どういうこと。フリクションってフリクションやったら多分出ないんですよね。え、フリクションって何。消しゴムの活性でしょ。あっ、おー急に正解したやん。でしょ。正解。フリクションやったら多分、はい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 、ボールペン消せるやつでしょ。正解正解、知ってる知ってる知ってる。消しゴムの活性。正解。あー、これは素晴らしい。これは何でしょうね。一生いっぱい。これいくわ。謎謎という。あ、謎謎の方が簡単ですね、うん。はいはい、はい、もうこれはもう小学生。はい。あ、余裕ですね。用の。はい。桃太郎。桃太郎。桃太郎は三匹の友を連れて鬼退治に行きますね。では、はい、考えてみて。桃太郎が一番最初に出会ったのは誰でしょう。うん。これは簡単ですね。簡単。簡単ですね。これちょっと引っ張った方がいいと思うんですよ。これは簡単。え、わかるわかる。うん。え、ちなみに。おばあちゃん、また来週。